2023年版人口増加率ランキングベスト50。皆さんこんにちは。日常的ランキングチリです。今回の動画は2022年から2023年の人口増加率を調べランキングにしました。データは2022年および2023年に総務省が発表した住民基本台帳人口動態統計を使用しています。住民基本台帳人口はその年の1月1日時点での住民基本台帳に登録されている場所でのカウントとなります。果たしてどのようなランキングとなるのか、それではスタート。第50位、佐賀県宮城郡上峰町 0.782%。 第48位、沖縄県国頭郡宜野座村 0.800%。第48位、東京都小平市 0.800%。 第47位、愛知県日進市 0.814%。 第45位、沖縄県中上郡中城村 0.837%。 第45位、福岡県福岡市 0.837%。第44位、岐阜県瑞穂市 0.841%。 第43位、福岡県大野城市 0.867%。 第42位、熊本県菊池郡菊陽町 0.875%。 第41位、福岡県福津市 0.929%。第40位、京都府長岡京市 0.957%。 第39位、福岡県宮古郡神田町 0.965%。 第38位、神奈川県足柄上郡開成町 0.979%。 第37位、茨城県つくばみらい市1.020%。 第36位、長野県北安曇郡小谷村 1.038%。 第35位、長野県北佐久郡御代田町 1.053%。 第34位、福岡県新郡立ち洗い町 1.078%。 第33位、長野県上伊那郡南箕輪村 1.118%。 第32位、岐阜県加茂郡富加町 1.124%。 第31位、群馬県北群馬郡吉岡町 1.176%。 第30位、山梨県中駒郡昭和町 1.209%。第29位、熊本県甲子市 1.213%。 第28位、福岡県粕屋郡久山町 1.249%。 第27位、東京都千代田区 1.286%。 第26位、長野県北佐久郡軽井沢町1.314%。 第25位、東京都江東区 1.318%。 第24位、神奈川県海老名市 1.463%。 第23位、東京都文京区 1.467%。 第22位、東京都新宿区 1.482%。 第21位、沖縄県島尻郡八重瀬町 1.506%。 第20位、東京都墨田区 1.545%。 第19位、東京都中央区 1.549%。第18位、
茨城県稲敷郡阿見町 1.583%。 第17位、東京都港区 1.723%。 第16位、沖縄県国頭郡東村 1.801%。 第15位、熊本県上益城郡鹿島町 1.830%。 第14位、東京都台東区 1.851%。 第13位、沖縄県八重山郡与那国町 1.890%。 第12位、東京都豊島区 1.892%。 第11位、千葉県流山市 1.902%。 第10位、沖縄県国頭郡恩納村 1.949%。 第9位、千葉県印西市 2.155%。 第8位、北海道空知郡南幌町 2.277%。 第7位、茨城県つくば市 2.296%。 第6位、北海道上川郡東川町 2.515%。 第5位、北海道阿武田郡ニセコ町 2.871%。 第4位、熊本県阿蘇郡西原村 2.928%。 第3位、長野県北安住郡白馬村 3.160%。 第2位、北海道阿武田郡倶知安町 5.727%。 第1位、北海道湧別郡占冠村 13.426%。 以上でこの動画は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。